今月のフレッシュマンは阿蘇市中通りにあります熊本シール工業株式会社第一工場にお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずお名前と年齢、それからお住まいの地域を教えてください。竹原雅人です。24歳です。高原に住んでいます。はい。竹原さんはこちらの会社にお勤めになってもどれぐらいが経つんですか？6年目になります。ということは高校卒業後こちらに就職？はい、そうです。普段はどんなお仕事をされているんですか？オーリングを作る機械の、設備の管理をやっております。オーリングというのはちょっと詳しく言うとどんな部品になるんでしょうか？そうですね、車の部品だったりの、オイルの漏れを防ぐような、部品になっております。では工場に勤務ということでいろいろ難しいこともあると思うんですが、もう仕事をされて6年、やりがいとか何かこう自分の中で糧になっている楽しいこととかはありますか？そうですね、設備の故障だったりの、修理をするので、修理で治った時のやりがいはとてもありますね。ではちょっと個人的なこともお伺いしたいんですが、今24歳ということで結婚願望とかはありますか？そうですね、ありますね。はい。どんな女性がタイプですか？明るくて笑顔が素敵な人が大好きですね。じゃあそんな人と阿蘇市でデートするならどこに行きましょうか？阿蘇山の火口など行ってみたいですね。いいですね。なかなか地元の方ってね、ちょっと足が。そうですね、行ったことないですね。全然行こうとも思ってなくてですね、最近ちょっと行きたいなと。3年半ぶりに、ね、行けるようになったのでぜひ行ってみてください。いつか行ってみたいと思います。では最後にあちらのカメラに向かってお勤めの会社の PR をお願いします。熊本シール工業は、活気のあり、みんな従業員みんなが優しくて とてもいい会社です。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。では最後にあちらのカメラに向かって、フレッシュマンのポーズでお願いします。はい。今月のフレッシュマンは熊本シール工業株式会社第一工場にお勤めの竹原さんをご紹介しました。いきます、せーの、フレッシュマン。